はい、こんにちは、トールです。春アニメまもなく始まりますので、今回はチャンネルとして追っていく予定の作品を放送日無料配信日順に紹介した後に、追う予定のないものも含めて曜日別のラインナップもみんなで確認しておこうかなと思います。最後に個人的に特にね、期待注目してる新作5選紹介しますので、まあ必要ならタイムスタンプをご活用ください。なお、紹介した作品の公式 PV のリンクもね、概要欄に貼っておきますので、気になった作品を見逃さないように、または時間がある時に作品に触れるきっかけにご活用ください。それでは行ってみましょう。それでは春アニメ27作品を放送日順に並べましたので、無料配信と合わせてご紹介していきます。なお、ジャンルなどの詳細については新作を中心に紹介していきますので、よろしくお願いします。期待楽しみにしてるね、タイトル名に関しては一応黄色にしていてですね、これについてはある程度見続ける可能性が高いかなと思ってますが、白字に関しては基本的には1話様子見、そこから判断という感じ。まずはね、1週目金曜日の夜までですね、これは僕が4月でね、最初の YouTube ライブでね、触れる分までになっています。ではやっていきましょうか。はい、4月の1日から、まずは狼と香辛料、マーチャントミーツワイズウルフですね。こちらはファンタジー、経済、ね、まあ、そして作品としてはね、リメイク作品になっています。僕はね、前の作品も知らなかったんで、完全初見で楽しもうと思っていますし、一応アベマでね、無料配信があるようですので、配信環境もなかなか良さそうです。一緒に楽しんでいけたらいいですね。続きまして、週末トレインどこへ行く、ね、これはまあ週末世界を旅する少女たちのお話のようですが、まあ、完全にねオリジナル作品でありますので、どうなるか全く分かりません、うん。Dアニでまあ一応配信されてるんですけど、無料配信に降りてくるのがね土曜日になってますので、そこだけちょっと辛いかもしれませんね。続きまして、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます。はい、こちらまあチェックする予定あんまりなかったんですけどね、そうライブでみんなと話してる時に結構主人公無双ではあるんですけどね、評判が良かったというところなので、まあ1話でもチェックしてみようかなっていうところと、あと配信がね、あのアベマで最初速無料でね、できますので、みんなで感想を共有するにはいいのかなと思って1話見てみようかなと思いました。これがまあ4月1日ですね。まあ1日からね、結構いろいろ始まってるんですよ。で、ちょっと空きまして、4月の3日、はい、バーテンダー、神のグラス。これはですね、まあ、漫画原作なんですけどね、まあ、すでに映像化されている作品ではありますが、はい、アニメ化されたようです。バーの話なんですけど、お酒仕事物みたいな感じなんね。絵的にはね、地味だと思うんですけど、ね、人間ドラマ的なものだったら、ね、それをアニメとしてどう仕上げるのかっていうところをちょっとだけ期待してますね。続きまして、4月の4日、ゆるキャンシーズン3、まあこれはもう個人的に超楽しみにしてるタイトルではありますが、続編ですね。そして、リモンスター、ね、こちらはですね、バトルファンタジーのようです。まあ、いにしえのナローだよと言われていたんですけどね、はい、主人公が、まあ、最弱のゴブリンに転生するんだけどね、相手の力を取り込む能力みたいなものを手にしたことでどんどん成り上がっていくみたいなね、そんな感じの話のようです。一応ちょっとね、1話見てみようかなと思いました。そしてですね、3つ目がですね、3つ目じゃないですか、同じようにダンジョン飯が連続クールで後半クールね、やっております。これはもう今ね、前半クールをめちゃくちゃ楽しんで僕は見ているのでね、間違いなく追っていく形ではありません。そして4月の5日、はい、アストロノートですね。こちらがまあオリジナル作品で SF ラブコメではあります。はい、アパートの料理人としてですね、雇われた主人公がまあ大家さんに恋をするみたいな話なんだけど、その大家さんには秘密があって的なね。ラブコメはあるんだけど SF メイタね、部分が強いようです。まあ、このアパートの大家さんに恋する展開自体はなんかどこか懐かしい感じがあります。自分はあまりね、恋愛ものはたしなまないんですがね、どういう仕上がりになってるのかチェックしたいなと思いました。続きまして、同じ日ですね、転生したらスライムだった件の第3期、そして魔法科高校の劣等生、こちらも第3シーズンですね。なかなかのビッグタイトルではあります。続きまして、ガールズバンドくらい、金曜日がね、なかなかすごいことになってることがだんだん皆さん気づいたでしょうかね。はい、こちらオリジナルアニメではあります。ガールズバンドアニメでいいのかな。高校中退して東京に出てきた主人公がね、ガールズバンド始めるという青春の物語のようです。自分は音楽系はね、あまりわからないジャンルではあるんですけど、まあ、この手のオリジナルはね、個人的には盛り上がってほしいなというふうには思っています。
そしてですね、続きましてこちらハイスピードエトワール、これもねオリジナルアニメなんですよね。カーレースものっていうことで、まあ僕はモータースポーツよくわからないんですが、鈴鹿サーキットなんかも協賛協力してるみたいですので、とりあえずオリジナルということでね1話はチェックしておこうかなというふうに思いました。全体的にまあここまではねオリジナルがなかなかに多くて、しかもまあレパートリーも充実してるのでいい感じだなと思いました。はい、なんか1週目のライブにおいてはねあれこれ展開をねそう予想するのが楽しそうですよね。あとまあアベマが結構頑張ってくれてるので、みんなで第1話をね共有するにはいいのかと。その普通のサブスクであっても1話に関しては無料でね配信してくれてたりもしますので、そちらは期待していきたいですね。それでは続きまして4月6日土曜日分からやっていきたいと思います。まずねちょっと注意としまして、朝に大井トンボがやっています。こちらね、ゴルフアニメになっておりますが、こちらが土曜日の朝枠で、すぐに無料配信もされるんでね、みんなで感想を共有するにはちょうどいいのかなというふうには思います。でその日の夜、カラスは主を選ばない、こちらは和風ファンタジー小説ヤタガラスシリーズのアニメ化、 NHK での放送なんでね、見ようと思ってる方は録画を忘れないようにお願いします。続いて、竜族ですね。こちらはあの中国の、まあ、ファンタジーアニメなんですけど、日本語版が放送されということです。詳細がよく分かんなかったんですけどね、一応僕もチェックしてみようかなというふうに思いました。同日ですね、ザ・ファブル、これ漫画原作で、まあ、実写化もされてるんですけど、裏の世界を生きてきた凄腕の殺し屋が1年間絶対に誰もね殺さないように言い聞かせられてですね、人を殺さないというね非日常にやってくる、大阪にやってくる話なのかな、はい、そんな形です。どういう風に転ぶかは分かんないんですけど、1話チェックしてみようかなと思いました。あとジャンルがよく分からないんでね、これを何にジャンルなのかは原作ファンの方はちょっとコメント欄で教えていただけると嬉しいです。続きまして、同じ日ではあるんですけど、夜のクラゲは泳げない、こちらはねオリジナルアニメになっております。はい、イラストレーターをしていた少女が匿名シンガーの少女と出会うというね、ちょっとクリエイター感のあるオリジナル作品にはなっています。はい、まあ、これ関西テレビ放送はあるんですけど、ちょっと無料配信の方は辛いみたいなんで、録画できる方はね、お見逃しのないようにというところですね。続きまして、同日、隣の妖怪さんです。はい、まあ一応妖怪日常ものなのかな。現状僕がね猫派ということ以外はあまりピンとくる要素は個人的にはないんですけど、一話はね見ることになっておりました。多分ね妖怪の仕業だと思いますね。続きまして、死神坊ちゃんとクロメイド、まあおそらくファイナルシーズンなんでね、チェックしている方はねお見逃しないようにというところですが、まあ DMM 独占ではありますのでね、見るときは気をつけないといけないかと思います。続きまして、G さんばあさん若返る、こちらはまあ多分コメディだと思われますが、青森のリンゴ農家の G さんばあさんが、まあ、ある日若返ってしまうというね、そんな作品のようです。なんかね楽しく微笑ましくねホームドラマ的に見れる作品になるといいですね。続きまして、転生貴族鑑定スキルで成り上がるですね。こちらはファンタジー作品になっていて、まあ、鑑定スキルを持って生まれた主人公がまだ、子供ではあるんですけど、弱小貴族の領地を、まあ、才能を見抜くことによってね、どんどん強いすごい才能を持った人材をスカウトしてですね、領地を発展させていく系のね、作品にはなってます。これがね僕がウェブから見てて結構好きで楽しみにしていたんですけど、チャンネルとしてはねアニメ視聴者視点で楽しむ、動画を出したりもしていますので、取り上げ方については迷い中ではあるんですけど、個人的にはめちゃくちゃ楽しみにしてる作品ではありますね。続きまして、無職転生、してか言ったら本気出すの2の後半クールになりますね。はい、こちらもファンタジー作品ではありますが、これはねチャンネルとして思いっきり力を入れてね追ってきた作品でありますので、今後も動画を出していこうと思います。はい、まあ説明不要ではありますがね、まだまだついてきてくださってる方は一緒に楽しんでください。続きまして、はい、4月の9日、これでは火曜日になりまして、臨海ですね。はい、こちらはですね、オリジナルのスポーツ作品、競輪ですね。なんか公式ホームページとかを見たら、なんか地域の競輪所ごとになんかキャラクター的なのが割り当てられてるっぽい感じがありますので、はい、スポーツものとか競輪は僕はよくわからないことも多いんですけど、とりあえず1話チェックしてみようかなと思いました。はい、まあレースものということになると思いますね。
続きまして、怪異と乙女と神隠し、こちらは漫画原作なのかな、怪異怪談ミステリーものということですね。まあここ数年で自分結構ね怪異ミステリーものが面白く楽しめるようにはなってきました。妖怪ものはそんなにピンとこないんですけどね、そんなわけで、個人的にどういう風に描かれるのかが気になってますね。そして、まあそうですね、これこの素晴らしき世界に祝福をの3期です。はい、大人気シリーズね、はい、続編にはなっていてですね、まあ配信環境なんかもいいので、みんなで無料配信楽しむのにもねいい作品かなというふうには思います。僕はちょっとね 2期の頃をね忘れてるんで、少しだけね距離を置いて楽しもうかなと思ってますね。時効代理人、こちらの、まあ、リングクリック2、2期ですね。はい。こちらも、まあ、1期がちょっと中途半端に終わっていたのでね、本当に2期が来てくれて、嬉しくはありますが、ちょっと1期のつながりがどうだったかちょっと忘れがちではあるんで、どっかで復習してもいいのかなというふうには思っています。最後、魔王学院の不適合者の、2期の後半クールですね。もうこれは僕は結構ね、その力を入れて楽しくね、追っていった部分であります。内容的になかなかね、複雑化はしているんですけど、最後まで追っていく予定ではありますね。はい。そんな感じの、まあ一応最後までになります。他にもね、独占配信とか、5月に入ってからの、作品なんかもありますが、ともあれ自分としてはね、この27作品を追っていこうかなというふうに思っています。では続きまして、曜日ごとの作品をチェックしてみましょうか。かなり偏ってるんでね、一部の作品は無料配信まで降りてくるのを気楽に待つとかもいいかもしれません。ちなみにですね、作品については一応まあ先ほど紹介したのに加えて、自分は追っていくのを断念したんだけど気にはなったものと、またですね、自分は見てないんだけど名作の続編として聞いていたものなんかをね、加えております。このあたりはですね、3月中旬にチェックした情報ではあります。選定基準とかはね、ライブで話してますので、興味を持った方は概要欄ねまた飛んで確認していただければと思います。ライブにおいてはね、すべての作品をチェックしています。またですね、情報自体は古いかもしれませんので、コメント欄で更新していただければと思います。ではでは行ってみましょう。まず月曜日、個人的には気になる作品密度が一番高い、曜日ではあります。狼と香辛料、週末トレイン、転生したら第7の王子あたりね、一応選びましたけど、他も結構気になって、まあ出来損ないと呼ばれた元英雄イカ略、レベル2からチートだったイカ略、神はゲームに飢えているただいまお帰りとね、自分を並べてみたんですけど、それこそ第7王子がねあんまり自分に合わなかったら、他の作品もね、注意して見ていく展開もあるかもしれません。火曜日はなんかちょっと一息つける感じですよね、他に比べて。はい。こういう曜日があってもいいと思います。臨海、忘却バッテリー、刀剣乱舞のね、シリーズになっております。忘却バッテリーはね、なんか野球の、関係らしいんですけどね、漫画原作で人気もあるみたいですよ。水曜日は新作と続編のバランスがなかなかいいですね。バーテンダー、怪異と乙女と神隠し、このすば3期、自己代理人2期、データはライブ5期ね。喧嘩独学と声優ラジオの裏表もなかなかジャンルとしては面白そうなのでね、はい、気にはなっていました。個人的には木曜日はトップレベルで熱かったりはします。ゆるキャンシーズン3入りモンスターダンジョン飯なんですね。変人のサラダボールは岐阜を舞台とした作品らしいのでね、そこは気になりました。ハガナイの作者さんが原作らしいですね。マオの俺がドレエルフを読みにしたんだが、どう見てればいいわ。ラブコメですね。花の井くんと恋の病、これは、恋愛ものでいいのかな。はい。ウィンドブレーカーとなっていてですね、なかなか充実したラインナップではありますが、とりあえず自分はダンジョン飯とゆるキャンに集中すべきかなと思ってはいます。いろんなとこから悲鳴が上がってんのが金曜日の夜枠なんですよね。これ僕なりにも絞ってのこのラインナップではありますが、一番忙しくなりそうですし、いくつかに絞っていく必要があるかなとは思っています。魔王学院、アストロノート、劣等生、ガールズバンドクライ、ハイスピードエトワール、テンスラですからね。あとアイドルマスターのシリーズもやるようなんで、忙しい人はもう本当に金曜日の夜が大変なことになってそうですよ。そして土曜日の夜も相当なんですよね。まあこれ特に5月に入ってからね始まる作品なんかもあって、どん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 忙しくなっていく人もいるかもしれません。僕はまあむしろ1話見てある程度ね満足する作品もあるかなというふうに思うので、徐々に絞っていく予定ではありますが、大いトンボ、カラスは主を選ばない、竜族、ザ・ファブル、夜のクラゲは泳げない、隣の妖怪さんからですね、怪獣8号、黒羊シリーズ、ささやくように恋を歌う、ザ・ニューゲート、僕の
ンヒーローアカデミア7期とね、なかなかのラインナップになっています。そして日曜日の夜枠、いや本当に金土日どうなってんのって感じではありますけど、はい、無職転生死神坊ちゃんじいさんばあさん若返る転生貴族っていうところもあるんですけども、人によってはねやっぱり戦隊大失格とかねブルーアーカイブとか響けユーフォニアムの3期とか夜桜さんちの大作戦に鬼滅の刃とね、もう月曜日さ夜更かししすぎてさ寝不足で大変な人が多くなるんじゃないかと、今から心配ではありますね。では最後に僕が個人的に注目期待している作品を少し踏み込んで紹介しておきます。まあ趣味が合うかは分からないんですけど、一応参考までに僕が楽しんだ冬アニメここに並べてますし、また、熱を入れて今まで追ってきたものの続編としては春アニメではね無職転生魔王学院ゆるキャンですか ね、あとまあ男女飯も引き続き楽しんでいこうと思ってます。そんなわけで新作5選紹介していきますのでよろしくお願いします。1つ目は狼と香辛料マーチャントミーツワイズウルフですね。こちらは小説原作のファンタジー経済ラブコメもののようですね。前にもアニメ化されていて、そしてですね今回まあ1から最初からリメイクされるということ、声優さんもねスタッフもほとんど変わらないという形でですねすごくこだわりを感じる部分です。自分もね今回初めて、まあ見ようと思ってるんですけど、概要がねもう素敵なんですよ。狼の化身である少女と青年行商人の道中で起こる様々な事件を書くファンタジー物語で、中世ヨーロッパ的な世界での経済活動に争いの舞台を置くっていうね、異色作となってるんですけど、経済ですよ。商人アニメ、経済アニメ僕大好きなので、これは、それこそなんかラブコメ描写がしつこすぎなければね、個人的にはねハマれる要素しかないなと思ってますので、原作ファン、旧アニメファンもね一緒に楽しんでいけたらいいなと思ってますし、ライブなんかでねあれこれ皆さんと話するのが今から楽しみですね。で、まあ配信もさ結局最速配信アベマでしてくれますのでね、すごく嬉しいですね。2つ目は週末トレインどこへ行くですね。こちらオリジナルアニメの中では僕が一番楽しみにしている作品になります。ジャンルがね不明ではあるんですけど、まあ週末世界旅物なのかなと思っています。あらすじとしてね、住民に大きな異変が起きたとある町を舞台に主人公がね、いなくなった親友を探す旅に出るみたいな形なので、はい、ここはなかなか何がどうなるかわかんない、楽しみでありますね。監督さんがガールズ&パパンツァーとかのね水島努監督ということで、あと漫画がね、同時に連載してる形になりますので、こちらも合わせて追っていくことが可能かもしれません。本当に未知の状態ですから、なんかみんなでさこんな世界観なんじゃないとか今後こういうことが起きそうみたいなところね、オリジナルだからわからないからこそね、みんなで注目したり考察したり感想を共有したり、していくのが楽しそうですので、ね、世界観の見せ方とかキャラクターのね、やり取りなんかを楽しみにしていけるんじゃないかなというふうに思います。ただね、まあ、無料配信に関しては若干辛い感じになってますので、1話を見逃さないようにチェックしていきたいですね。さて3つ目は夜のクラゲは泳げない、ね、こっからはですね僕がまあ楽しめるかどうかは未知の状態というか、まあ、期待してる、系統の作品になるんですけど、まあ、こちらね、まあ、オリジナルの群像劇ですね。青春群像劇ものにはなっていますが、内容としては、元イラストレーターだった主人公の少女が、まあ匿名シンガーのね不思議な少女と渋谷で出会うという、話になっています。で他にも、まあ、そのアイドル的なものだとか VTuber 的なものだとかですねクリエイターっぽい少女たちが出会って何かを始めるというね、そういう形になっているんですけど、まあ群像劇としてどのような物語が描かれるのか、クリエイターとしてどういう生き様が感じられるのかっていうところね、純粋に期待していきたいと思います。あとはまあね流行の要素、VTuber とかまさにそうだと思うんですけど、こういったものを取り入れてるのでね、こちらもチェックしておこうかなというふうには思うんですけど、ただですね、なんていうかこういう流行の要素ってキャッチーさは確かにあるんですけど、物語にうまく取り込めてないっていうね、作品もすごく多いので、なんていうかその要素だけが変に浮いてしまってるというか、例えばラブコメとかにありがちなすれ違いってみんながスマホを持つようになってなかなか成り立たなくなっていたりするので、ね、そういう意味で言うならこう世界観時代観みたいなもの、つまり我々が馴染んでいて成熟している、お約束描写とかフォーマット的なものってちょっと昔の時代観だったりするんですよね。
で、そういうものがないからこそですね、なんていうかそれ以外の描写とのね、まあ既存のお約束とかとも相性が悪かったりするので、ね、どのように仕上げてくるかっていうところが、自分としては期待半分不安半分、ね、だったりするんですけど、まあうまくいかなかったり、その描写が浮いてたら浮いてたでね、それは礎になっていくと思いますし、新しい試みとしてね、ポップに楽しんでいこうかなというふうには思ってます。4つ目は怪異と乙女と神隠しですね。こちら怪異怪談ミステリー漫画原作になっております。小説家志望の書店員小川すみれ子はある日勤務先の書店で逆万引きの本を手にしたことから、同僚の不思議な少年足立の蓮とともに様々な怪異な事件と、関わることになるというところでですね、まあ自分はね、妖怪が出てくるものとかはね、あんまりね、そのピンとこなかったりするんですけど、昔まあ化け物語シリーズとかには結構ハマっていて、で、去年あ一昨年かね、まあ虚構推理のね2期だとか、あとアンデッドガールマーダーファルスみたいなね、去年なかなか楽しめた作品もありましたし、ちょっと前だったら裏世界ピクニックとかね、都市伝説系みたいな、話に関しては結構楽しめるんだなっていうことを知りましたので、ちょっとチェックしてみようかなというふうに思ってます。5つ目は多いトンボですね。こちらはゴルフアニメです。これがの週刊ゴルフダイジェストっていうね、ゴルフ雑誌に連載されてる漫画になってますので、どのように仕上がってくるのかちょっと気にはなっていますし、はい、あとまあさっきも言ったんですけど、朝に放送されてすぐにね、その最速無料配信がされるのでね、それこそね、なんか朝の楽しみになるね、同時視聴とかにも向いてたりしますね。どんな感じになるか分かりませんが、ね、ともかくあらすじとしましては、鹿児島県のトカラ列島で育った天才ゴルフ少女が、まあ職を求めて島にたどり着いた元ゴルファーに出会って、まあ才能を見出され競技ゴルフの世界へと羽ばたいていくという形になってきます。ややまあリアル寄りなのかなとは思いますけど、まあ主人公がねゴルフ少女っていうことなのでね、この辺どのように展開していくのかが楽しみだと思います。あと個人的にはそのスポーツものってそんなにねしっくりこなかったりハマらなかったりすることが自分は多いんですけど、なんかよくわからんけどゴルフ漫画とかゴルフアニメは結構好きなんですよね。その謎をね知るたびにもね、しばらく追っていこうかなというふうに思ってます。そんなわけで今回は注目の春アニメを紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんの一押しや期待の作品、熱い曜日なんかもよろしければ教えてください。このチャンネルではアニメ初見勢の感想考察、ここ好きポイントなどをね、ライブや動画で発信しております。今回放送日中に紹介した作品については必ず視聴して感想共有していきますので、興味を持った方はチャンネル登録して一緒に追ってきていただけると嬉しいです。それではまたの機会にお会いしましょう。遠山徹でした。